風だ。 お前って本当にせっかちだな。 危ないのに手伝ってくれるなんて感激だわ。何かわからないことがあったらお姉さんに聞いてちょうだい。あら、いい質問ね。それはもちろん、ジンが私を信頼してるからよ。だからあなたたちも私をもっと信じていいわよ。 私も少し本気を出そうかしら。やっぱりこの神殿の奥から非常に強い現像反応を感じるわ。バイモンちゃん、そこには行ける？でも何もできないぞ。それもそうね。では道を探しましょうか。 お姉さんに任せて。しびれなさい。<笑>なるほど、雷元素の設備。
雷の力で起動させてみるわ。足元に注意してね。しびれなさい、しびれなさい。ふっ、それ。しびれなさい。逃がさないわよ。ちょっとビリビリさせん。しびれなさい、しびれなさい。はっ、しびれなさい。しびれなさい。水に濡れた敵に対してお姉さんはすごいのよ。行きよ。ここから上に上がりましょう。感電した敵の間には連鎖ダメージが発生するわ。摩擦で生じた雷槌の火花は落ちるような声ほどの衝撃ではないけれどね。ソネ、しびれなさい。ん？私の首にある宝石が何かって？嘘、本気で聞いてるの？これは神の目よ。選ばれた人間が元素の力を引き出すための装置ね。神秘学の視点から言えば外付けの魔力機関とも言えるかしら。神の目も知らないなんて、あなた一体どこから？突然変異で知力が高くなったヒルチャールかしら。ヒルチャールは銀融詩人にもなれないほど
知能の低い怪物だもの。逆にあなたは魔導士にもなれるほど素質を持ったいい子よ。これを壊せば帰って休めるぞ。ああ、それは風の塊みたいなもんだ。休めると思ったら風たちの地にある東風の竜、トアリン、南風の獅子、ダンディライオン、北風の狼、ボレアス、西風の鷹、セピロス、それらはモンドの四方の風の守護者で、風神バルバトスの眷属でもあるわ。トワリン、それが風魔竜の名前よ。人々に風魔竜と呼ばれる前、かの者は四風守護の中のトワリンだった。四方の風の中でトワリンがそのうち三つの力しか使えない原因が、彼は初めに自身の力を燃やし尽くしてしまったからね。多分憎しみだと思うわ。憎しみ？モンドに対する憎しみよ。その憎しみを風よりも強い力にし、そして彼は魔竜になった。でも四風守護だったのに、なんで守るべき都市を憎むようになったんだ？モンドの人間としてはとても言いにくいわね。これを読むといいわ。100年以上も前。ほらほら、行くぞ。詳しいことは後で教えてやるから。元素の流れも地脈の循環も元通りになるだろうな。騎士団に戻ってみるか。もちろん他にやりたいことがあったらオイラも付き合うぞ。そうだ、四風守護の神殿でまた失われた風神の瞳を手に入れただろ。今後も入手するかもしれないけど、そいつの使い道を忘れるなよ。これ、
前って本当にせっかちだな。お前って本当にせっかちだな。この瞬間、お前は永遠を敵。おとなしくしや。ほどほどにしておけよ。仕上がる。Yeah!
を捧げて神がどう答えるか見てみようぜ。天神像の祝福を感じたか？モンドの人たちはそれを失われた風神の瞳って呼んでるんだ。心臓の眼下へはめ込むのに値するって意味だ。目として作られた宝石をツバメが加えて飛んでったって逸話もあるけど、実は失われた風神の瞳に実体はないんだ。神の目を持つ人はそれを集め加護を得るために七天神像に捧げる。神の目は持ってないけど、この世界の常識を超えたお前なら心臓に風神の瞳を捧げると祝福をもっともっと